まずは折り紙を四角に半分に折ります開いて今ついた折り筋に下と上を合わせて折ります これを縦にしてさらに半分に折ります開いて今ついた折り筋に下と上を合わせて折ります この正方形を今度は三角に半分に折ります開いて90度回してこちら側も三角に半分に折りますこれを開いて開いて折り筋に合わせてこのように折っていきます 反対側も同じように折ります。これはいわゆる二層船の折り方です。この三角の一枚を上にやって、下側のこの三角は広げて、まっすぐにつぶして正方形の袋にします。 上側も同じように広げて上から潰して正方形の袋にしますこの上の正方形の袋を上にめくりながらこのようにひし形に折っていきますひし形に折ったら これを横にしてこのひし形の上の部分を真ん中の筋に合わせて細く折ります次に下のこの正方形の袋をめくってこの右側を 下側ギリギリにめくりながら、上はこのように先っぽまで開いてめくります。これぐらいの位置です。ちょっと折りにくいですけど、こんな感じに開いて折ります。 反対側も同じように折ります横の位置に合わせて開き始めの位置は隣と合わせてそこから先っぽまで開いて折ります縦にしてこんな感じになります次に 顎の下部分を少しだけ裏,側に,折ります裏にしてまっすぐを見て次はこの部分とこの部分両側のはみ出した部分を一度裏側に折って折り目をつけておきます反対側も黄色の線に沿って折り目をつけて戻します これに細かい模様を描いていきますまずはマスクの目の部分の上に赤のラインのための線を引きます反対側も同じ位置で細く線を引いてそこからこの右側の 目のマスクは炎のようになっているのでその部分の模様を描きます。マスクの下部分も赤い線のための ラインを引いて顔の中心部から下に剣の絵のようなラインが入りますこのマスクの端っこの顔の横部分は内側に折りますそして 左側の目の目部分はあ、右側だ、右側の目の部分に炎のラインを入れて左側は剣のような尖った模様を描きます。 次に目の中の部分を線を引きます顔の中心から仮面ライダーの基本デザインの複眼に近い大きな目です右側の目は炎の形を少しかたどっているのでちょっ 変則的になります。線を引いた場所を、ハサミで切り抜いていきます。炎の部分を切って、こちら側はトゲトゲの部分を切ります。次に色を塗っていきます。顎の上の赤いラインを引いて、左側半分は塗りつぶします。次に、 目の部分のラインも赤で引きます。炎の形は、かたどってから赤く塗りつぶします。左側も同様に塗りつぶします。あとは目の裏と顔の下半分と裏側を黒く塗って、細かい部分を修正していきます。 頭の上部分も黒く塗りつぶします細かい部分を直して最後ボールペンで縁取りをしてこれで「仮面ライダーセイバー」の完成です。